戻ってこなかったら返してもらうからね。 MLB のコミッショナーは2023年3月21日に WBC の第6回大会を2026年3月に開催すると正式に発表しました。これを受け大谷翔平はヌートバーに、もし2026年に戻ってこなかったり他の国を代表したりしたら返してもらうからねと条件付きで自身のつけていた腕時計をプレゼント。侍ジャパンとして再会する約束を交わしました。第5回 WBC における侍ジャパンの平均年齢は 27.3 歳と過去4大会と比べて最も平均年齢が若い陣容。果たして第6回大会では一体どんな選手が侍ジャパンに選ばれるのでしょうか。投手のメンバー。投手陣に関しては第5回のメンバーが比較的若く、大きく陣容が変更する可能性は低いと見られます。その中でもすでに大谷は第6回大会への出場へ前向きな意向を示しているのです。第6回大会について質問を受けた大谷は、出たいですね。僕自身がまず一定のレベルに居続けるというのが条件ですし、立ち位置をキープし、もっともっと素晴らしい選手になれるように頑張っていきたいと思いを口にしました。チーム最年長の36歳での参加となったダルビッシュ有も、大谷から3年後もみたいなことを言われたので、特に全く考えてなかったですけど、その時にまた選ばれるような選手でいたいなと思っていますと第6回大会の出場に前向きなコメント。3年後は40歳シーズンを迎えるダルビッシュですが、再び侍ジャパンのユニフォームに袖を通す可能性は十分にあるでしょう。それでは第5回 WBC に出場していない選手の中で第6回 WBC の侍ジャパンに選出されそうな選手はいるのでしょうか。元ロッテで野球解説者の里崎智也は第6回 WBC の侍ジャパンに新たに加わる未来侍を予想しています。中でも元気だったら 100% 選ばれると太鼓判を押したのが阪神の左腕高橋遥人です。2022年4月に左肘のトミー・ジョン手術を受けた高橋は、順調に回復すれば2023年中に実戦マウンドに帰ってくる見込みで、里崎は完全復活すれば3年後には左のエースとして侍のユニフォームに袖を通すとお墨付きを与えました。他にもオリックスの山下俊平太に対しても、成長してハマっていけばと大きな期待を寄せています。山下はルーキー年である2021年から2年間1軍登板経験はないものの、2023年シーズンはキャンプから順調な調整を続け、オープン戦でも3試合9回3分の1を投げて防御率 1.93、 奪三振率 15.43 という見事な数字を残しました。エースの山本由伸が WBC に出場し、チームへの合流が開幕1週間前となった事情もあり、山下は開幕戦に抜擢。5回3分の1を1失点と好投を見せ、チームの勝利に貢献しました。自己最速は158キロで、190センチ98キロという体格やフォームの雰囲気は大谷と重なるものがあります。他にも左腕で期待したいのが、2023年シーズンでプロ2年目を迎えた西武の羽田慎之介。2022年シーズンは2軍で5試合の登板に終わっているものの、着実に力をつけ、キャンプ前の自主トレからそのボールの勢いは話題になりました。2023年4月10日時点ではファームで2試合投げ、投球回5で無失点と好投を見せています。本格的に1軍の戦力となるのは2024年シーズンからになりそうですが、チーム待望の左のエース候補として期待大。続いてアマチュアで期待したいのが、東洋大4年の細野晴希と関西大3年の金丸夢との2人です。細野は制球には少し課題が残るものの、最速155キロのストレートも変化球もボールの質は一級品。東都大学リーグで2桁奪三振を記録することも珍しくありません。金丸もストレートの勢いは細野には劣るものの、それでもコンスタントに140キロ台後半をマークし、抜群の制球力も魅力。2023年3月18日に行われたオリックスとのプロアマ交流戦でも先発で6回を投げて2失点とその実力を見せています。2023年の盤石の投手陣に割って入る投手は現れるのでしょうか。野手のメンバー。一方の野手陣は二刀流の大谷翔平を含めて、第5回大会のメンバーの平均年齢は 28.1 歳と3年後はやや気になるところです。特にキャッチャーは30歳の甲斐拓也と大城匠、32歳の中村悠平と3年後同じメンバーという可能性は限りなく低いと言えます。そこでキャッチャーとして期待したいのは、広島の坂倉翔吾とロッテの松川虎生の2人です。
坂倉は打撃技術に関しては2021年に132試合に出場し、打率3割1分5厘と首位打者となった鈴木誠也に2厘の差となるリーグ2位の成績。チーム事情からサードへコンバートされた2022年は143試合に出場し、打率2割8分8厘、本塁打16、打点68と、すでにセリーグでもトップクラスであることは間違いなく、あとは守備面のレベルアップが課題です。2023年シーズンは本人の強い意向により捕手に専念しており、正捕手として盤石な地位を築くことが当面の目標になります。逆に松川はプロ1年目から開幕マスクをかぶるなど、捕球技術に関しては天下一品。しかし2022年の打撃成績は打率1割7分3厘、本塁打0と少し物足りない成績でした。ここから打撃をどこまで伸ばせるかが鍵となります。攻撃型の坂倉、守備型の松川が揃って侍ジャパン入りすることができれば、かなり強力な捕手陣です。さらに楽しみな逸材としてヤクルトの高卒3年目内山壮真がいます。内山は小柄ながらパンチ力のある打撃が魅力です。守備ではブロッキング技術に課題が残りますが、2022年シーズンは盗塁阻止率2割5分、守備率9割9分7厘という成績を残しています。他にも FA でオリックスに移籍した森友哉は2019年に打率3割2分9厘で首位打者を獲得。2021年には打率3割9厘、出塁率4割2分と共にリーグ2位の成績で、打撃能力は申し分はなく、不動の捕手の地位を築くことができれば、第6回 WBC では侍ジャパンのマスクをかぶっていてもおかしくないでしょう。またショートに関してもレギュラーだった源田壮亮は30歳、さらに控えだった中野拓夢は2023年シーズンからセカンドにコンバートされており、2026年もショートを守っているか不透明です。ショートの後継者探しは急務でしょう。若手ショートの最有力といえばヤクルトの長岡秀樹です。2022年シーズンは高卒3年目ながらレギュラーに定着、リーグ連覇に貢献しゴールデングラブ賞も受賞しました。 UZR は 12.0 とセリーグ1位の成績で、守備力はすでに球界トップクラス。打撃にさらに磨きをかけ、日本代表でも定位置を確立させてほしいと思います。他に期待したいのが中日のドラフト6位ルーキー田中幹也。右肩の脱臼によって離脱を強いられましたが、オープン戦では8試合に出場し27打数9安打で打率3割3分3厘をマークしました。守備走塁の評価も高いだけに、早期の復帰が待ち望まれます。アマチュアで期待したいのは明治大3年の宗山塁です。大学球界でトップクラスの逸材が揃う明治大で、入学時からレギュラーを張り、これまでの4シーズンで3度のベストナインを受賞。柔らかいハンドリング、軽快なフットワーク、正確な送球は全てが高レベルです。さらに打撃も2年秋終了時点で61安打8本塁打、打率3割6分7厘と圧倒的な成績を残しています。東京六大学のショートでは早稲田の鳥谷以来の大物とも評され、2024年のドラフトでは即戦力として獲得に名乗りを上げる球団も多いでしょう。新たな野手のスターの出現に期待したいです。首脳陣、栗山は2023年1月、スポーツ報知のインタビューで侍ジャパンの監督の続投について、それは絶対にない、若い人たちのためにもその場所を作ってあげなきゃいけない、2回も俺がやってはいけないと話していました。3月22日の優勝会見でもその気持ちは変わらなかったようで、個人的には最後のユニフォームになると思っている、今日で監督が終わるので明日からは本当に全く何もない、肩書きのない人と説明。侍ジャパンにとって次の目標は WBC 連覇です。監督も若返りを図ると見られますが、後任はどんな人物が選ばれるのでしょうか。数々のレジェンドの名前が候補に上がる中で、マリナーズの会長付き特別補佐兼インストラクターを務めるイチローがその候補として上がる可能性があると報道により判明しました。2023年大会のダルビッシュがチームの精神的支柱としての役割を果たせたのは、日米で通算18年という経験と知識の豊富さに加えて、2009年大会の胴上げ投手として WBC 優勝を経験しているという点も大きかったでしょう。情熱と包容力でチームをまとめ上げた栗山が退任するとなれば、それに代わる求心力が必要となります。イチローは第1回第2回 WBC の中心選手として連覇に貢献しており、連覇に向けた監督として最適です。侍ジャパンからイチローに新監督の打診が届く可能性は十分にあるでしょう。
イチローは2006年の第1回大会では王監督の下で活躍し、ベストナインに選ばれるほど躍動しました。2009年の第2回大会では一転して苦戦しましたが、原監督の下で常に1番ライトを任され、ついに決勝の韓国戦で4安打と爆発したのです。延長10回にイムチャンヨンから決勝の2点タイムリーを放ち、日本を連覇に導く活躍。その瞬間を目に焼き付けた当時の野球少年たちが、2023年の侍ジャパンのメンバーには多くいました。イチローは2019年に現役を退いた後、マリナーズで若手の育成役を務めています。2020年2月には学生野球資格を回復し、オフに帰国すると全国の高校を巡り指導、女子野球にも積極的に携わっています。次期監督に求められる資質として世界の野球に通じていることがあり、イチローのように第1回第2回の WBC で優勝した時のメンツが首脳陣になれば、選手の士気もかなり高まりそうです。イチローが監督を務め、次世代を担うメンバーが順調に成長すれば、 WBC2 連覇は間違いないでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。